補機を伴って、ニュージーランドのオパパさんを登る、JA1271 イギリスウェールズの、グレートオームトラムウェイオーストラリア、西オーストラリア州、パースにある、デュアルゲージ日本、群馬県の新一本線横川駅に停車中の D51、軽乗機機関車と DD51 系ディーゼル機関車、台湾、大鉄の特急太城覚号香港、香港トラム上を歓迎、 アメリカサンフランシスコケーブルカー3フィート6インチ機関は狂気の一種である。馬の動力によるワゴンウェイとして建設され、19世紀半ばからイギリス帝国で1067ミ、mm、リメートル機関の鉄道が広く建設された。ケープ機関として知られ、日本と台湾では標準の機関として採用された。3フィート6インチから36機関とも通称される。スウェーデンでは、 ブレーキンゲ県のほとんどの鉄道がこの機関であったことからブレーキンゲ機関と呼ばれている。この機関の別名であるケープ機関は1873年に採用された現在の南アフリカのケープ植民地にちなんで名付けられた。ケープ機関という用語はオランダ語ではコップスプル、ドイツ語ではキャップスパー、ノルウェー語ではキャップスパー、フランス語では ボア・ケープなどの他の言語でも使用されている。1960年代のメートル法以降後、南アフリカ鉄道の機関は、公式の出版物では、1 0 6 7ト、mm、ルではなく、1 0 6 5ト、mm、ルとしている。ニュージーランドでは、コロニアル機関という名が使用されていた。オーストラリアでは、イギリス植民地時代の用語であるンフィート6インチ機関が使用されている。 いくつかのオーストラリアの観光物において、ミディアムゲージの用語も使用されている。オーストラリアは 1435mm または 1600mm が標準の機関であり、1067mm 機関はしばしば狂気と呼ばれている。臨軸の調整が必要であるが、最小曲線半径と車両限界などの観点からは 1067mm と同じぐらいである。 ありがとうございます。